パース。パース。パースは、オーストラリア連邦の西オーストラリア州の州都である。人口は200万人、都市圏人口。パース市の人口は約9000人を超え、同州では、最大、オーストラリアでは、第四の都市である。また、オセアニア有数の世界都市である。パースは、 オーストラリア大陸西部でヨーロッパ人が建設した最初の大規模な入植地である。1826年、イギリス軍はフランスによる入植の兆しに先んずるため、西オーストラリア南海岸のキングジョージサウンド、現在のアルバニーに基地を建設した。1829年になって自由移民の入植地であるスワン川入植地の主婦としてパウスが建設された。 1850年には安価な労働力を手に入れたい農家や実業家の要求によってパースを含む西オーストラリアは流刑植民地となった。パースという名前は1829年にスコットランド人であるジェームズ・スターリング総督が植民地大臣であるを称えてマレー教の出身地であり英国会議会の議席の地盤であるパースから命名し、 1900年の住民投票の後、1901年、この入植地はオーストラリア連邦に加盟した。東部の州からカルグーリー経由でパースへつなぐ、鉄道建設といった他の植民地の情報の後、西オーストラリア州はオーストラリア植民地の中で最後に加盟に同意した。西オーストラリア州は鉱物資源が豊富であるが、特に金、鉄鉱石、ニッケル、 アルミナやダイヤモンドといった資源の度重なる発掘ラッシュによって都市は成長した。パウスはスワン川沿いに位置する。スワン川という名前は原産の国鳥ブラックスワンにちなむ。都市圏は北がヤンチェップ、南はマンジュラで南北およそ1 2 5トル、東のマンダーリングから西の海岸、東西およそ5 0トルに広がっている。なお、 海抜百二十メートルに位置する。パース郊外はインド洋に面して美しい砂浜が広がっている。都市の東の境界はダーリング崖と呼ばれる低い急斜面である。パースの大部分は深い元岩と大量の砂の土壌による緩やかな起伏の平らな土地の上にある。パース大都市圏には二種類の水源からの川が流れ、一つはスワン川とキャニング川。 もう一つは、マンジュラのピールエスチュアリーに流れるサーペンティン川とマレー川で、近年、異常気象により、降水量が減少しており、30年間でダムへの流量が3分の2に減少している。さらに人口増加率が比較的高いため、パウスが10年以内に水切れになってしまうという懸念生じている。西オーストラリア州政府は対策として、 家庭でのスプリンクラー仕様を制限し、クイナナ、クインアナに炭水化プラントを建設し、2007年から稼働している。州政府は、キンバリー地域からの水の輸送や、州の南西部にある、ヤラガディ、ヤリガディ耐水槽からの組み上げといった、他の解決策も検討している。訪れる人は、パース市街とパース港、市の南西農家に位置する、キングスパークから、または、 南パースの北岸から眺めたり写真を撮ったりするが、記録によると1960年代まで川西は市街に接近していて建物も低かった。その後、川の北岸は埋め立てられ、高層ビルは現在もなお増え続けている。スカイラインにはパースが現在享受している経済の繁栄が現れている。パースで最も高いビルであるセントラルパークは、 オーストラリアで6番目に高い建物である。パースはオーストラリアの他の州都と比べると比較的小さな町である。中心街はパースの金融の中心となっているが、平日は活気で人混みができるものの休日は比較的静かで人通りがない。パースは欠片の気候区分で地中海性気候である。夏は外して暑く乾燥していて、 2月が最暖月である。今までに記録した最高気温は1991年2月23日に記録した摂氏46.2度である。冬の寒さはあまり厳しくなく、近年降水が減っているとはいえ、雨が多い。気温が摂氏0度まで達したのは1997年7月15日と1998年7月27日の2回のみで真冬でも、 日中の気温が摂氏16度を切るのは稀である。夏は大抵現地の人がフリーマントルの医者と呼ぶ南西からの海風が気温が高くなりすぎる前に吹いて熱を冷ましている。パース市はシティオブパース、かつてのパース市議会という地方自治体が行政管理をしている。パース都市圏は30を超える地方自治体、市町村に及んでいて外交のフリーマントルや ベーズウォーター、カニング、スターリング、ゴスネルズ、ネットランズ、スビアコ、ペパーミントグローブ、クレアモント、ビクトリアパーク、ジュンダラップ、ワナルー、アーマデールなどである。パースは西海岸最大の都市であるため、オーストラリア軍の拠点として重要な場所である。パースとインド洋の間にある西部の郊外には、財布輸送の住宅街があり、 観光者を引きつけるランドマークになりつつある。中心部から南北に離れた郊外は、住宅ローンベルトと呼ばれる、低、中級宅街である。連邦政府や州政府の選挙の時、世論に関しての報道で、ここの住人が取り上げられる。西オーストラリア州は夏時間を2006年から3年間施行したが、反対多数により以後は実施されないことに決定した。パースの対処地は、 アメリカのノースカロライナ州、サウスカロライナ州の東方号に位置し、アメリカ本土、アラスカとハワイは除く及びカナダ並びに、西ヨーロッパといった、いわゆる、欧米諸国の主要地域、都市でいえば、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、バンクーバー、トロント、パリ、ロンドンなどからは、世界で最も距離が離れている都市の一つである。その中でも、特にパースニューヨーク間は、 東京リオデジャネイロ、ブラジル間よりも遠く離れている。その上、パウスはオーストラリア国内でも他の主要都市からかなり離れた場所にあり、隣国のインドネシアの首都ジャカルタの方が、自国の首都キャンベラや主要都市シドニー、ブリゾベンより近い。1 9五十から六十年代にヨーロッパから来たい獣を乗せた船が最初に上陸した場所がフリーマントルであったため、 パースには、クロアチア、イギリス、イタリア、オランダやギリシャからの大量の移住者が流れ込んだ。この時期にやってきた大量の移住者の名前は、マリタイムミュージアムの外にある板に並んでいる。最近、イギリスから飛行機で大量の移住が進んでいて、パースは、オーストラリアの都市の中で一番イギリス生まれの住民が多くなっている。パースの南部にある郊外では、 イギリス生まれの住民が20%に達している。さらに旧ユーゴスラビア、旧ソ連を含む東欧からの相当な移住が進んでいる。マレーシア、シンガポール、香港、インドネシア、中国、スリランカといった東南アジアや東アジアからの移民者のミュニティも相当数ある。インド人コミュニティではムンバイから移住した大量のパールシーが住んでいる。 南アフリカ共和国やジンバブエからの白人の移住者も住み着いている。ニュージーランド人は他国と違い居住や就労に関してのビザ発行が優遇されているためニュージーランドからの移民も多い。パースは屋外のライフスタイルに通じていて市民は多くの種類のスポーツができるようになっている。興味深いことにパースは 世界で一番強いホッケーの地域大会が開かれている。老若男女問わず多くのホッケーチームがあり、総人口の10%しか占めない西オーストラリア州はオリンピックでホッケーの金メダルに多大な貢献をしている。いくつかのチームはパウスに本拠地を置いている。2002年パウスで世界ラクロス大会を主催され、世界ラクロス選手権。 オーストラリアユースラクロス選手権、マスターズ、グランドマスターズ、国際オープン選手権が開かれた。毎年1月第1週に開催されるテニストーナメント、ホップマンカップがある。バースウードドームで開かれ、世界中の注目を集める。AA ボンディセントというボートレースと、テルストララリーオーストラリアが毎年開かれる。毎年夏、オーストラリアクリケットチームは、 テストマッチとワンデーの国際試合をウェイカグラウンドで行う。パースは西オーストラリア公共楽団の本拠地で、普段はパースコンサートホールで定期演奏会を行っている。西オーストラリア各地でツアーコンサートも行う。レパートリーはバロックから現代音楽まで幅広く行う。オペラは西オーストラリアオペラが行っている。 オーストラリア出身のジャムバンドジョン・バトラートリオ、ザ・ジョン・バトラートリオは、フリーマントル、フリーマンドルと出身である。また、ロックバンド AC、DC、AC、DC のリーダーであるボンスコット、ロナルド・ベルフォード・ボンスコット、1946年7月9日から1980年2月19日もフリーマントルで、彼が9歳から14年過ごしている。 今現在パースのメタルシーンにもボイド・オブ・ビジョンなどが若者や海外の熱狂的なリスナーからも大きな支持を得ている。パースには4つの公立大学と1つの私立大学があり以下の通りである。西オーストラリア大学は1911年に設立されオーストラリアで一流の研究機関として有名である。堂々たる新古典建築は ほとんどが白の石灰岩から掘られたもので観光客の目当てとなっている。カーティン工科大学は西オーストラリア州最大の大学で1966年から1986年まで西オーストラリア技術機構として知られていた。マードック大学は1970年代以末に西オーストラリア大学の敷地に作られた。エディスコワン大学は1990年代初め。 都市圏の北西部に第三の大学が必要になったことから設立された。ノートルダム大学は1990年に設立され、オーストラリア最初のカトリック系の大学である。パースの魅力は綺麗なビーチである。白いビーチが途切れることなく海辺の郊外沿いに走っている。クイーンズランド州のゴールドコーストとまでは行かなくとも、自然に恵まれた他のオーストラリアの都市と同様の、 海岸や川岸がある。パースの中心部は、スワン川の一部であるパース湖の北岸にあり、三つの場所に分けられる。また、この CBD には、キャットバスと呼ばれる循環もしくはピストン型の無料バスが走っていて、市民の足となっている。キングスパークは、中心街を遠く望む、大きな丘の頂上1003エーカー、4.06km を占める。 ニューヨークのセントラルパーク843エーカーよりも大きく自然林だけでなく植物園もある。春には野の花が咲き乱れ、その風景は世界一流である。2003年8月に宝くじ連盟が総工費360万ドルを費やして作った地上620メートルの高さの遊歩道が完成し、木々のてっぺんから鳥の視点で広大なスワン川の風景と 公園や庭の景色を楽しむことができる。パースは、比較的緑の多い都市で、至るところに、公園や、並木道がある。パース動物園は、スワン川を越えた南パースにあり、ナローズ橋から行くか、バラック通り桟橋から出るフェリーで行くことができる。230種、1800匹以上の動物が、飼育されている。スワンベルは、スワン川のほとりにある鐘の塔である。 表面は銅で作られ、船の穂の形をかたどっている。収容している金は植民家から200年の記念に、イギリスから送られたセーマーティン協会の金出る。2001年に一般公開されたが、事業に割り当てられた何百万ドルもの資金を、医療費や教育費に使うべきだった、といったものや、建物はもっと美しい形にすべきだった、という批判が、中政府に相次いだ。 オーストラリア最大の水中の水族館である。ヒラリーズ・ボート・ハーバーにある。パース造幣局は、現在も創業している、造幣局の中では、最古のものである。貨幣を作る、造幣局はオーストラリアに二つあり、もう一つは、キャンベラにある。毎日一般公開され、パース造幣局の店では、金貨、銀貨、金の延べ棒、金塊、装飾品などが売られている。 スワン川川口にある歴史的な港湾都市である。フリーマントル刑務所や新しく作られた西オーストラリアマリタイムミュージアムといった多くの観光地がある。マリタイムミュージアムはビクトリア埠頭にあり、1983年のアメリカスカップで優勝したオーストラリアを所蔵している。ナンパ船のギャラリーがあり、数百年前にナンパしたオランダのバタビアの船体が置かれている。 最近の船舶では、オベロン級の潜水艦、HMAS ベンスが、マリタイムミュージアムの隣に置かれている。パースの沖にはいくつか島があるが、自動車禁止であり、特に有体類動物のクオ奥化で有名な、ロットネスト島が、観光客に人気の場所である。その他、ガーデン島、海軍基地がある、カーナック島、シール島、ペンギン島などがある。 ロッキンハムのペンギン島は、干潮時に、岸から島へ歩いて渡ることができることで有名である。またその名のごとく島には野生のペンギンが生息している。隣のシール島付近にも、野生のアシカが生息。シールとは、英語でアシカ、アザラシの意味以上の前頭では自然を守るため、立ち入りが限りされている。パースとの間の深い海峡は、ゲージロードと呼ばれ。 1987年にアメリカスカップが行われた。現地に住む人はパウスの b チはオーストラリアで一番だという。砂は綺麗で白く、海水も比較的暖かく透き通った青で波も穏やかなので、暖かい季節には多くの人々は b チへ行く。インド洋のビーチは 30km 近く、スワン川の北から郊外へ途切れることなく伸びている。 スワン川沿いに少し陸地に入ったところにもビーチがあり、北岸にはクローリー、ネットランズ、ペパーミントグループ、モスマンベイ、南岸にはコモ、カニングブリッジ、アップルクロスにある。このようなビーチは穏やかで安全である。コテスローやスカボロが有名なビーチである。このようなビーチには駐車場、場所の予約、公共の楽設備、ピクニックやバーベキュー場や近くに商店がある。 パースの北約 250km にあるピナクルズという石中群がある。パースにはスワン川を遡り外交船が停泊できるがインド洋に面する外交のフリーマントルが貿易港としては重要である。国際線、国内線の定期専用パース空港と不定期民間用のジャンダコット空港がある。日本からの直行便は2012年11月時点では なく、カンタス航空の成田船は2011年5月から運休となり、キャセーパシフィック航空を使った香港経由、シンガポール航空を使ったシンガポール経由便などでパースへ入ることを余儀なくされていたが、2019年9月1日から ANA が週7便で成田パース間に収め決定で8年ぶりに直行便が復活することになった。週内、 州外との連絡は他にも長距離旅客列車、シドニーとの間に運行されている、インディアンパシフィック号など、や高速バスがある。都市交通としては、通勤電車、フェリー、総動線、路線バスがある。これらは、州営のトランスパースが管理している。中心部からクイナナフリーウェイ沿いにロッキンガムとマンジュラをつなげ通勤列車の鉄道線が2007年末に開業したことで、 パースの鉄道網の総延長はそれまでの2倍に伸び、鉄道システムの大改革が成し遂げられた。なお、パース都市圏には70の鉄道駅と15のバスステーションがある。パースには3つのフリーウェイ、9つの都市圏ハイウェイがあり、有料道路はなく、比較的道路網が発達している。都市圏の南北への拡大に伴って、持続的な道路の拡張や、 鉄道の延伸が必要になってる。パースは複数の姉妹都市を有している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。